力道山の空手打ちのタイミングを徹底的に外しております。目には目をということで早くも目つぶしを返しました。ザ・デストロイヤー、鼻のあたりをかきむしるようにしてデストロイヤーの顔面攻撃が続いております。首投げです。首投げからドロップキック、ドロップキック、2回目のドロップキック、さらに2ドロップです。上部最上段、しかしこれはタイミングよく力道山が避けました。ダブル2ドロップを見舞いましたデストロイヤーですが、これは不発です。さらにボディスラムでの攻撃、体のための体勢ですが、もちろんカウントは2までです。ワン、ツー、スリー、カウント、スリー、カウント、スリー、デストロイヤーの足がロープにかかっておりましたが、カウント、スリー、チャンピオンの力道山一本を取られました。お客様から抗議が浴びせられております。しかしレフリーはカウントを取りました。カウント、スリー、チャンピオンの力道山一本を取られました。挑戦者のザ・デストロイヤー、まず一勝を挙げます。思いもかけぬ頭脳的な作戦に遭いまして、チャンピオンの力道山空手チョップを見舞う機会がありませんでした。1本目はデストロイヤーが取りました。2本目が開始されましたが、デストロイヤーなかなか場内に上がりませんでした。一本は取ったぞというデストロイヤーのジェスチャーです。もちろん力道山の逆転も知っております。足を取りに行くところ、これに対して力道山も足に来ることを知っておりました。右足を飛ばしました。今日実実の駆け引きがございます。リング上、NWA のインターナショナル選手権、世界選手権をかけての一戦であります。長いキックを飛ばしました。一本目は挑戦者のデストロイヤーが取りました。このまま時間いっぱいまで両者取ることができないと、おっと四の字固めに来るところですが、辛くも力道山なんとか四の字固めにはかからないで済みますか。ロープに詰まっております。ロープに詰まっております。ご覧のようにこの激しい動きがなければ四の字固めという技はかけられません。コップラツイストに行きました。コップラツイストです。チャンピオンの力道山コップラツイストに合っております。しかしロープに近く、デストロイヤーがロープを掴んでおります。
誠に力道山の空手打ちが出ました。逆転勝ちです。四の字固めをカラップもロープでブレーク。その後またも思いもかけぬトプラツイストに遭い、これを振りほどいての力道山の空手打ちで1対1の同点に持ち込みました。デストロイヤーの体固め、2本目力道山辛くもピンチから脱しまして、後頭の空手チョップ一戦体固めで返しました。1対1の同点であります。61分3本勝負、いよいよ決勝の3本目が開始されます。ゴング鳴りました。決勝の3本目です。なんとか空手打ちのきっかけをつかまなければなりません。チャンピオンの力道山です。あっと反則のパンチが3本目にして初めて出ました。デストロイヤーの反則のパンチ、しかしチャンピオン力道山に対しての反則攻撃はかえって墓穴を掘るようなものであります。力道山の空手チョップのタイミングが出てまいります。ニードロップ、しかし激しいニードロップです。膝落としを辛くも力道山、足をロープにかけましてブレークで逃れました。両方の膝を使います。ダブルニードロップ、左足をうまく外しました力道山。デストロイヤーは大きく尻餅をつきました。空手打ちが出ております。しかし腕を交差させて、これをなんとか防ごようというザ・デストロイヤー、ロープに詰まっております。場外へ転落しました。これはもちろん空手打ちを封じる作戦のうちに入っております。またも場外へ逃れました。さあ1対1の後、決勝の3本目です。チャンピオン力道山にとっては18回目の防衛戦です。またも4の字固めの体勢ですが、力道山辛くも避けました。左足を取られております。足を固めにかかっております。ザ・デストロイヤーの構成です。この放送は皆様ご覧のテレビジョンをはじめ、数々の家庭用電気品でおなじみの三菱電機の提供でお送りしております。4の字固めの構えですが、ロープになんとか逃れております。